で、あの村の人たちも安心して暮らせるね。そいつはどうかな。もしかしたら何も変わんねえかもしれねえ。どうして？バルデスカの悪徳領主をやっつけたのに。この島は思った以上にバルデスカファミリーに支配されてるみてえだからな。じゃあ他にもバルデスカに苦しめられてる人がいるっていうの？あ、多分な。だったらすぐに警察に知らせなきゃ。そんなことしても無駄だぞ。どうして？警察にもバルデスカの奴らが入り込んでいるはずだからな。それじゃあどうすればいいんだよ。俺たちでなんとかするしかねえだろ。俺たちで？雪の守護者ジェラーロはバルデスカのボスだからな。あいつに会っていろいろと話を聞かねえとな。村人の話ではバルデスカファミリーの評判は良くないようですね。バルデスカが変わったのは雪の守護者ゲラーロがボスになってかららしい。よし、何としてでも雪の守護者のゲラーロって人に会わないと。まずは大空のリングの凍結を解いてからだ。それになぜゲラーロが雪の守護者と名乗ってるのか気になるし。大空のところか。これで本当にボンゴレリングの氷が溶けるのかな。それは俺にもわからねえぞ。それでこれから何をすればいいの？そうだな、あそこにあるクリスタルにボンゴレリングをかざしてみろ。もっとリングをクリスタルに近づけてみよう。あ、リングの氷が溶けてく。リングの氷が溶けた。これでボンゴレリングが使えるよ。どうやらこのクリスタルに氷を溶かす秘密があるみたいだな。敵に襲われても安心だな。まだ敵がいるの？あ、うじゃうじゃといるだろうな。Ha ha 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 ha!